ザバーは何何何え、だってさっき、梅雨だねって話だったから。梅雨はザバー、波？うん、雨の音なんかさ、うん、した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 っていう時と、うんうん、ザーバーみたいな、なんか無駄に勢いがある時がありますね。お空に無駄な勢いみたいな時あんじゃん、うん、そんな音を表現していただいたんだ。そう、みんなの鼓膜にお届け。梅雨は梅の雨と書くんだよね。そう、みんな知ってる。レッスン梅の雨。梅雨。よかった。覚えたね。よかったです。梅雨の時期は、うん、ひなちゃん子供の時は何にして遊んでた？まずバケツに水ためんじゃん。雨で。雨で。うんうん。でその中に絵の具溶かすじゃん。うん。それでいろんな色を混ぜるじゃん。うん。それで混ぜんじゃん。うん。そしたらなんかどんだけやばい色にギリギリになるかっていうのを計算しながら絵の具混ぜてた。うん、でその水はどうするの？え、捨てる。ジャバー、うん。だって飲むわけにいかないじゃん。大量の絵の具入ってるのに。ひなちゃんさ、うん、あれはしなかったの？おままごとみたいな。私おままごとに。やってる女の子たちにロボットの人形でギシャンガ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 シャンドーンってやってた。そのなんか作ったものを壊してた。うん。じゃあ私それ壊されてた方。マジで？うん。おままごとやっちゃうの？闇から上がってもうおままごとじゃないじゃんその時点え、なんかなんだっけ、肉団子じゃなくて泥団子とか作っちゃうの？作った作った。うん、雨の中のドロドロのところにつくしとかを入れて、うんうんうん、で乾いた砂を探して、食えよみたいな。違う違う、乾いた砂に、うん、そうつけて、うん、はい天ぷらみたいな。で食べなよみたいなことするわけないじゃん。そうだよね。あ、でもやったんだ。やってた。なんでそんな可愛いことをやってたの？すごい可愛いこと。そんな時期もあったんだ。うん、一瞬今いいな、ひらめいたピコーンってなった、うん、今度ここで公開おままごとやろう。しません。なんでまた断るの？なんでもさ、なんでラジオで公開おままごとしなきゃいけないの？うん、え、楽しいからだけ。それ自分がでしょ。みんな楽しいと思う、うん、大丈夫で、ひなとみんな楽しい。違う、私たちがおままごとしてるの見て、ひなとリリカが楽しかったらみんなにも楽しさが伝わるのと、あとは YouTube を見てるみんなに突然こうね、トントントンって言いながら、あ、おかえりとか、バーチャルおままごとだよ。でもそのおままごとは、うんうん、おままごとセットなんでしょ。そう、ちっちゃいよね。そう、あのプラスチックでできたお茶。じゃあ乾杯って小指もないぐらいのカップで飲まなきゃいけないんだよ、ね、そう、こうだけすごい近く遠近法使うわけよこうやって乾杯だ。そう、こうやってってチンってこうで向こうに画面に向かってね、うん、チンってやると、うん、みんながモニター越しでチンって本物飲もうよ。え、じゃあだ飲み物はいいよ、うん、それでなんかおかえりとか、おかえりごっこ全然しない、ね、あのさ、すごい思い出しちゃったんだけどさ、うん、こうなんかちょっと年代があからさまになってしまうけど、うん、ママレンジとかやった、うん、あったね。でもちょっと大きいんだよ ね、 ね、そう、あのフライパン、うん、そう、こうこんぐらいのフライパンでさ、ね、うん、なんかもう楽しくなかった。楽しかった。ホットケーキ作るのが最高の料理だったよね、うん、作れんだもんね、あれでね。やばかったよね、あのフライパンずっと持ってた、うん、あれだけ、あれだけ持ってたの？そう、あの壊れちゃったから。あれ宝物だったの？宝物だった、すごい宝物。いや、でもさ、よくさ、あれで焼けたよね、今思うとね、じーって、うん、電気だからね。そうだよね、うん、でもやこう焼き上がってポッてなった瞬間にニカってなるよね。なる。あのね、フライ返しの大きさが好きだったの。どんくらいだったっけ？なんかそのフライパンにはなんかすごいちっちゃい、あ、ちっちゃいやつでこう、ちっちゃい、そうピッチってやる感じだ。あれがね、大好きでした、うん、すごく。あったね。あった。だってさ、今のさ、おままごとじゃないけど、そういうおもちゃ、うん、すごい発達してて、キャラメルポップコーン作れたり、そうよ、あとはなんか焼きドーナツが作れたりみたいな。本当？そう、もう全部それが昔のママキッチンみたいに。おもちゃ屋行きたい。
いやでも私この間焼きドーナツができるやつを買ってみたの。うそー。そしたら電子レンジで作るんだけど、もうほんと簡単でホットケーキミックスをその分量入れて、焼き型に入れてシリコンなのパカッてやってチンってやるとプオーって言って焼きドーナツできるの。えー、いいね、うん、私ねあれがあるよ、飴玉を入れたら、うんうん、綿菓子のやつ。あれどう？最高いろんな味の綿菓子ができた。そうだよね、私あれね買うか超悩んでんだ。最高ですよ。あとね、うん、あれあのチョコレートがさ、うん、あフォンデュだ、ずらーってなっ てなんかくぐらせてつけるやつでしょ。最高でしょ。だから今キャラメルポップコーンのやつを買おうか悩んじゃってる。てかマジ欲しい。おもちゃ屋に行こう。そうだ、梅雨は、うん、おもちゃ屋に行こう。おもちゃ屋行こう。行こう。それでなんかやろう。そうだよ、うん、いい。あすごくいい。だから梅雨は、うん、おままごとをやるために、うん、おもちゃ屋に行って、うん、それでキラスパでみんなモニターの前とかでそのセットを置いて、うん、それでおままごとをするの。いいよ、それだ。すごくいいよ。あ私たち今日すごく意見があった、うん、そして梅雨はそうおもちゃ屋に行こう。行こう。これだ、うん、やった。1個答えが出た ねうちらも梅雨時期は入り浸ろ、うん、でもあれよ、ひなちゃん言ってたじゃんさっき、うん、あの全国回らなきゃいけないでしょ。そう そうえでも毎日じゃないから、うん、中間中間でね、うん、おもちゃ屋に行っておもちゃ買う。ちょっといいおもちゃがあったら、うんうん、ちょっと報告しよう、うん、報告しよう。ここでも報告しますからね、うん、だからなんかいいおもちゃがあったとか、うん、もうこのおもちゃ使わないとか、うん、ちょっと2人が使ってるの見てみたいという方中央 FM さんに送ってください、うんうん、どうしよう、すごい山のようにおもちゃダウン、それでドア開かなくなってんのそんなに来ないですから。あそっか、びっくりしちゃった今。そうだね。そうでもわかんないよ、みんな期待に応えて使わなくなってなぜかおもちゃいっぱい送ってきちゃったりそれだけはどうかやめてくださいお願いします。で、ひなとりりかも送っちゃったりとかするの。なんでそれ自分で持ってくればいい。そうでも送っちゃって、なんかひな、うん、とかリリ名前書いとくんだ。そう、書いとくのぜひあの名前書いて送ってください、うん、でね、うん、そしたらちゃんとね、あの、うん、誰々さんからいただきましたって、だじゃんって、あの宛名書きをまま見せると住所見てるか見せるんだけどね、うんうん、今何言ってか分かんなかったけどね一生懸命超流暢に喋ったのに。なんかあのあれがしたいな、流しそうめんあるよね、あの機械もね、うん、でもさこのウィーンって回ってるやつ、うん、あそれを、うん、せーのでプチョンって殿下とか宮様にプチってやってもらうじゃん、うん、そしたらどっちが先に取れるか競争とかで、うん、でこううねーってやりながらピシッてすぐ終わるよねカン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 ってやりながら、うん、じゃ あの、うん、そろそろ私たちあの梅雨はおもちゃで遊ぶっていう答えが出ましたの で、うんうん、なんなんでそろそろじゃあ、うん、曲を聴いていただきたいと思います。そうだ、ね、じゃあ楽しく聴いてください。 Dear My Precious 片桐烈華さん。はい、ひなちゃんから、はい、6月中ぐらいから7月中ぐらいまでかな、また全国を回るので詳しくはまだ全く日程がいいの分かってないので、うん、ランプオブシュガーさんのサイトに見ていただければ日程が書いてあるので、また全国の皆さん会いましょう。以上。はい、私は、来月7月23日に神楽坂のエクスプレッションというライブハウスで子猫脱会屋というサークルがありまして、うん、それのライブを生バンドで、うん、ミントちゃんとボーカルのミントと一緒に、うん、歌を歌います。で、うん、ちょっとすごく先なんですけど11月にも多分川崎あたりでやるとやります、うん、ので、まあ、ライブはもっともっとね、うん、これから増えると思うんですけど、うん、皆さんぜひチェックをして来ていただけたら嬉しいなと思います。それでね、はい、あとこの間出てきた、うん、あのイメージキャラクターちゃんから前回本当私失礼しました、変なこういうことやってて本当すみません、ね、多分ねあのイメージだ
まさか入ると思ってないでしょ、はい、まさか本当入ると思います。そんなね、あの可愛い女の子ちゃんから、はい、メッセージとお願いがあるので、はい、聞いてもらいましょう。どうぞ。みんな元気？私ね、中央 FM のイメージキャラクターを任されたんだけど、みんなにお願いがあるの。私の名前をみんなで決めてほしいんだ。ぴったりのお名前がひらめいたら、ボイスアットマーク FM840.jp に送ってね。待ってるね。ぷー、聞いていただきました。うん、すごいそんな、すごい可愛い声だからいいよね、うん、これがさ、うん、みんな元気っていう声だったらちょっと違うよね。だね。いやでも分かんない、逆に燃えるかもしれないよ。可愛い声でいいよね、うん、とにかく名前を決めて、うん、はい、送ってはいください。ぜひぜひ今日心待ちにしてます。そう、うん、で、このね、うん、ラジオが始まってから寄せられたメッセージをね、うん、ちょっと、うん、今日発表してもいいですか。お、いいですよ。動画になってからというもの、うん、リリカ様がひなさんの保護者に見えて仕方ありません、うん、毎回お疲れ様です。みんな気持ちが分かってくれるんだね。どうもありがとう。保護者なんだ。保護者だったんだ。頼ってく、これからじゃ。いいよ。ママ。やだ。ママじゃない。しかも抵抗。分かんない。なんか分かんなかったけど。保護者のイメージ。そキラキラしてる。保護者のイメージの。うん、なのでどんどん皆さんのご意見、うん、メッセージもお待ちしておりますので。だんだんください。はい。それではまた次回。うん。楽しみに。会いましょう。バイバイ。ひなでした。ゆりかでした。チュッ。キラキラスパイス。この番組はスターローズレーベルの提供。メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM よりお送りいたしました。君は白金の風。